楽しいなあ。そうだデスペラード、お前のために明日素晴らしい素晴らしいプレゼントを用意したんだ。楽しみにしといてくれよな。バイバイ。クラッシャー哲也の野郎どこ行った。おい、クラッシャー哲也、はあ、俺の大事な、まあいいや、トロフィーさん、とりあえず落ち着いてくれ。俺まだ明日からからさ、落ち着いてくれ。ごめんな、俺から言っとくから、哲也に、はあ、ごめんごめん。明日何が楽しみかってさ、言ったんだよ、会長と約束したんだよ。会長が検討してくれるって言ったんだよ、あの IWGP 戦の前のファン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 デデデンっていう、あの歴代王者が流れるやつ、あれ緊張感があるからさ、やってくれって言ったら会長がさ、検討しますって言ったんだよ。明日その検討した結果が出るってことだろ、それが一番楽しみだな。それとデスペラード、俺からのプレゼントちゃんと受け取ってくれよな。俺は大阪城ホール大会クリス・ジェリコに敗れた。急所蹴りがあったとはいえ、俺は耳元でしっかりスリーカウント聞きましたよ、まあ、彼はピークを過ぎた選手でしょ。世界的に有名なレスラーかもしれないけど、ピークを過ぎたレスラーに敗れてしまったこと、これは非常に恥ずかしいことですよ。ベルトがあるない関係なく、俺はクリス・ジェリコにリベンジしますよ。それから大阪城ホールで IWGP ヘビー級チャンピオンに新しくなった選手が、日本人選手がどうならこうたらってごちゃごちゃ言ってたね。日本人選手は楽をしてる、長距離移動がないから楽だ。おいおい笑わせんなよ。今日だけじゃない、今シリーズ彼は全休なわけでしょ。おいおい、どの口がそんな偉そうなこと言ってんだよカブロン。リマッチ決まったな。イービル真田によって価値の上がったあのタッグのベルト、もう一度俺らの支配下で IWGP のシングルと同等の価値まで上げてやる。その最高峰であるはずの IWGP シングルのチャンピオンは今日も明日もいねえわ。いいか、おい、ここが新日本だ。何が新日本のリーダーだ、何が楽な試合をしてるだ。調子のいいこと抜かしてんじゃねえぞ。そんな言葉何にも響かねえんだよ。だから俺らの支配下に戻すんだよ。だからG1 クライマックスを今このタイミングでこの俺が制して全てをひっくり返してやるんだ。そこんとこよーく覚えとけ。 This is evil. Everything is evil. 全てはイービルだ。またおめえが胸のは、そういうことか、てめえがおらしくんだ。またてめえがおらしようかがって、そういうことだな。あんたあんた、それでいいんだな、胸のは。俺はこのままでいいんだ。てめえだ、いいよ、分かったよ。全部ぶっ壊したよ、全部。ああ、なあ、マジで引っ越してるよ。ふざけんなよ、この野郎。まあ、だな。
普段ダラ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 やってるだけにしか見えないだろうけど、ちゃんと見てるやつはわかるだろう。だらけてるふりだ、あれはよ。それ火つけたのはお前らだ。その後は俺は知らん。まあ、あいつのことはあいつで何とかすんだろう。あいつは俺の兄貴分だからな。そんなことはまあいいや。ヒロム、なんだプレゼントって。俺散々言ったよな。ああでも俺のツイッターだけかな。ここ、ああいや、試合後コメントでも出した気がするわ。2つだ、たった2つ。俺欲しいものはたった2つしかないんだ。お前が持っている状態の IWGP のジュニアのシングルのベルトだ。まずこれが1つ。もう1つだな、お前がプレゼントしてくんなくても、本当は俺が自分から取らないとそれは絶対手に入らない。お前は俺にシングルでは絶対勝てないっていう恐怖心だ。人がビビってる時の顔とかな、絶望した、後悔した、ネガティブな時の感情ってのは本当に美しいんだ。人の顔っていうのはその時が一番可愛く、俺はそれが欲しいんだ。お前のそれが欲しいんだ。いいか、明日お前からプレゼントしてくれ。ベルトはよ、もう一つは俺が実力でいただく。そもそもお前今まで俺に一回でも勝ったことあったか。直接だ。ああシングル一回、ああそうだな、一回しかシングルやってねえな。その一回では俺が勝ってる。楽しみだ。宝物が明日で一つ増える。